日本の皆様、こんにちは、こんばんは。王と申します。今ね、トレントのね、教会の先生を務めて おります。1992年から2歳までね、鳥取大学医学部にね、留学生として勤めてますけども、それでカナダで、ね、今ね、帽子の教会の先生としましたね、その大学院時代にこの神様の崇拝の詩歌をね作りましたので、それでおおむねにね、聖書の主な内容をまとめてこれ作ったので、これは必ず役に立つと言いますと思っています、信じています。ぜひ成功まで聞いてください。今はね、第4章の主の神様のね愛をについて読んであります。そう、私の主よ、あなたは愛である。あなたの愛は広くて、あなたの愛は川を渡る、高は長河をね、やるチップ、チップの子、それ、あなたの愛は国、イスラエル、ローマ、イジプト、イギリス、それフランス、okay、ドイツ、アメリカ、カナダ、アフリカ、okay、まあ、日本とね、にわたって横切る。それ、あなたの愛は文化を横切り、投資にもかかわらず、あなたの愛は民族を渡って白くても、黒でも、黄色でも、あなたは茶色でも横切っています。あなたの愛は年齢に渡って横切る。幼児も子供も、失春地も、成人も、年寄りにも、にもかかわらず、okay？ そのあなたの愛は性別にもかかわらず、男性女性両方も要求、okay？ あなたの愛はクラスに関係なく、貧しい 人々も勇敢な人かなの情の交差です。あなたは私の主よ、あなたの愛は驚きたち。あなたは犯罪者も許すことが教え。あなたは我々の敵の愛するように私を教える。あなたは私たちの友人に敵変更することなに教える。そう、私の、で、そのあなたの愛はとっても凍ったである。それ地球の極地の異方から他方へ、南極から北極へ、大西洋から太平洋へ、星系へ、その星系から宇宙全体へ、高宇宙から大宇宙へ、宇宙から人へ、まだ人間から宇宙へ。あなたの愛は無限の国だなと想像を超えている。私の主は、私はあなたのはっきり知らない愛をたたえます。あなたの愛はとっても深いです。一つの原子から他の、原子から分子へ、小さな分子から大きな分子へ、その大きな分子からもっと大きな分子の核酸 DNA、 DNA からタンパク質、タンパク質から細胞、細胞から組織、組織から身体な、身体から生命、この限られた人間から永遠の命へ。私の主よ、あなたの愛を私の体にね、
神道水、ああ私の主よ、あなたの愛を私の骨髄に入る。ああ私の主よ、あなたの愛は私の非臓の心臓に出した。そのあ私の主よ、あなたの愛を私の脳と合併。私の主よ、あなたの愛を私の口に入力。私の主よ、あなたの愛を私の人生に変化をもたらす。私の主よ、私はあなたの美しい愛を称えます。あなたの愛は牛である。あなたの愛は要求に対して求めない。あなたの愛は報酬を求めない。そう、あなたの愛は損益計算はされません。それ、あなたの愛を与えるために求め、あなたの愛を与えるために求め。あなたは人間を愛する。あなたは人間のために生まれた。あなたは人間を愛する。あなたは人間のために死んだ。あなたは人間を愛する。あなたは人間のために復活。以上でね、この神様の崇拝の詩歌をね、読み終わりました。ご清聴ありがとうございます。また、また次の章の読みのを聞いてください。もしつけてたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また。